皆さん、こんにちは。河野健一です。今日は、プレイヤーズファーストという考え方について、僕なりに詳しく解説していきたいと思います。この言葉、実は東京都知事が、都民ファーストを使い始める前から、日本サッカー協会が発信していたんですよ。面白いですよね。プレイヤーズファーストというのは、ピッチの中で選手が最も尊重されるべき存在だという考え方です。コーチもレフリーも、そして保護者の方々も、みんなが選手のことを第一に考えなければいけないんです。これって、スポーツの本質を考えると当たり前のことかもしれませんね。ところで、僕は2017年から1年間、市川ガナーズという地域クラブで、元スペイン代表のゴールキーパー、リカルド・ロペスさんと一緒に仕事をする機会がありました。彼はテクニカルディレクターとして招かれたんですが、日本のサッカー界のいくつかの慣習に疑問を感じていたんです。例えば、高校サッカー選手権の応援団について、スタンドの一角を埋め尽くす選手たちを見て、リカルドさんは、なぜ選手がスタンドにいるんだ、と不思議がっていました。ヨーロッパでは、1チーム20人程度しか入れないそうなんです。これって、考えてみれば確かにおかしいですよね。でも、日本の現状を考えると、急に人数制限をしたら問題が起きそうです。今の仕組みのまま部員を制限したら、強豪校から順番に弱くなってしまうかもしれません。試合に出られないまま3年間を過ごす選手を出さないためには、仕組みを変えることと、スポーツを学校教育から切り離してクラブ制にしていく必要があるんです。リカルドさんは、日本のドリブル塾や朝練、自主練りにも疑問を持っていました。もし本当に効果があるなら、ヨーロッパでもやっているはずだと言うんです。僕も同感で、サッカーは認知、判断、実行の繰り返しのスポーツだと考えています。ドリブルという実行の部分だけが上手くなっても、その前の正しい判断ができないと意味がありません。みんなドリブルばかりしてしまいますからね。これって、少し考えればわかることなんですが、なかなか気づきにくいものです。結局のところ、多くのことが大人の根拠のない価値基準や決めつけの中で進んでしまっているんです。でも、スポーツは誰のためのものでしょうか？サッカーは誰がやっているのでしょうか？そう、選手を第一に考えなければいけないんです。おかしいことはおかしいと言える勇気も必要です。子供は大人の道具ではありません。この当たり前のことを、私たち大人は忘れてはいけないんですね。最後に、プレイヤーズファーストの考え方は、実はスポーツ界だけでなく、あらゆる分野で応用できる素晴らしい理念だと僕は思います。自分の利益や都合を優先するのではなく、本当に大切にすべき存在を第一に考える。そんな姿勢が、より良い社会づくりにつながっていくのではないでしょうか。少し長くなってしまいましたが、プレイヤーズファーストについて、僕なりの解説でした。皆さんも、身の回りのことで、誰のため、何のためを考えてみてはいかがでしょうか。それでは、また次回お会いしましょう。河野健一でした。